おはようございます。のりまるです。今日は2019年4月の19日週末金曜日ですね。今時刻は朝の9時21分です。今日も朝のチャット観察行ってみようと思います。よろしくお願いします。今週の頭からずっと続いているこのレンジ、なかなか、どちらにも方向感を出さずに、混沌としている状況ですよね。こういったところっていうのは結局トレンド転換を疑ったり、なぜレンジが継続しているのかというと、上からと下からと両者の力が拮抗しているってことですよね。で現状、ドル円に関して言うと、週足レベルの押し目買い、この切り上げっていうところと、ここでズドーンと、強烈に売られた流れの、戻り売りとが拮抗していると。値段で言うとちょうど今112円近辺ですよね。そんなところに今注目して、いるっていうところで、明確な方向性を出さずに、現状ずっとレンジが続いてきていると。で直近の流れで冷やし4時間しレベルでこうトレンドができてきた、切り上げてきたっていう流れから押し目を作ってくれば、この高値を抜いてこうドンと抜けてくるような流れを狙いやすいなっていうところで見ていたわけですけども、ずっとこの安値を抜けることができなかったんですよね。この 111.85 とかそのあたりでずっとこれで、サポートされていたと。これだけサポートされた力が続いてくるとこんな感じでチャートのイメージとして、レンジを作ってきて、現状冷やし4時間しびれの流れからこんな感じで上抜けてくる可能性が高いかなというところで、安い力なんとか買っていくって選択肢を持っていたわけですけども、この辺りで損切られて自分はですね、で一回もう一度この辺りで買いのポジションを持ってるんですけども、110円なかなか今現在9時23分ですけども、ここなかなか超えていけないっていう流れがあるので、もうちょっと様子見をしていくしていった方が良さそうというかね、しばらくドル円は危険な状況にはあるのかなと、危険というか狙いにくい状況にあるっていうところですね。どちらにしてももうぐーんと上昇していってくれればその先今いい売り場がやってきそうっていうこともありますし、仮にこれ一回下がったとしても下にこの日足の切り上げ等が迫っているので、例えばこういった目標ですね、 111.6 円とかこういった高値111.7 円とかそういったところから押し目買いが入ってくる可能性がある場面なんですよね。なのでどちらにもなかなか方向感を出しづらい場面ということになってくると思うので、何らかのファンドの後押しだったりとか強烈な値動きをするまで、まだまだもうしばらく時間がかかってくるのかなと。で、もういよいよ日本もその大型連休が迫ってきてる、来週再来週かなというところで、大きい変動のリスクっていうのが、徐々に高まってきている状況にはあると思うので、そういったタイミングでどちらかにブレイクしてくる可能性が高いかなといったところですよね。で、どちらに、方向で出すかっていうのは正直なところは分からないわけですけども、長期の流れで見たときには、いろんなファンダメンタルだったり、テクニカル的な特徴からやっぱり上がってきたら売られやすいっていうのが今のこのチャートを作ってる流れにはあると思うんで、高い位置まで来たら売りたいなっていうところは現状まだまだ変わらないところですよね。そこに向けて、今現状短期足レベルで見るともうこれ狭い範囲で上から下まで30ピップスぐらいかな、動いてるっていうところで、ここで、あれこれエントリーするよりも、もう少しボラティリティの高い、動いてる通貨ペアを狙った方が良さそうかなというところで、もうしばらくもう今週来週と、様子見が続いていくのが、このドレーの流れなんじゃないのかなというふうに思います。高い位置まで来ると、売られやすいっていう流れはありますけど、この下をなかなか抜けていけないっていうも事実ですよね。でこのレンジ持ち合いが長引けば長引くほど次の動き出しっていうのはある程度強いものになるはずなので、その動きをもうじっくりと待ちたいなといったところでドル円に関しては様子見をしていくのが良さそうかなというふうには思います。でこれ、ユーロドル昨日大きく動きましたね。4時間足レベルでこう切り上げてきている流れから一旦こう今週の頭この天井圏のレンジを下に抜けてきた、これが戻り高値ですよね。これを何度かアタックして一旦この下抜けてきたっていうところで戻ってきたら売りたいなっていうところを見ていたわけですよね。でその戻しがちょっと強くて自分はちょっとタイミングを逃してしまったんですけども、その後この 1.13 っていうところで戻り売りが入ってドンと強く売られていったっていう、そのチャートになっています。
まあ、チャートの形としても、まあ、狙いやすかった状況はあるんじゃないのかなと。これが1.12、1215だっけな、まあ、この辺。まあ、現状で、ね、強く売られてきて、まあ、日足レベルの、まあ、ダブルボトム、ここですよね。こういった位置にまあ接近してきている状況なので、まあ、今から売ってもね、ちょっとね、安すぎる水準なので、まあ、戻ってきたら売りたいですよね。戻ってきたら売りたいなっていうところで、まあ、この後のチャートをまあさらに見ていけることになるかなと。まあ、戻っていったとすると、こういうまあ抵抗体、これが111.125か、1.125だったり、まあ、ずっと上がってきて、これが1.127、まあ、以前の抵抗体ですね。まあ、1.13、まあ、ここまで戻ってくるかどうかっていうのは正直わからないですけども、まあ、1回ね、この4時間のまあ切り上げトレンドをブレイクしてきたと。これが大きい流れに対しての戻りですよね。まあ、修正派。なんで、まあ、戻ってきたら売りたいなっていうのは、まあ、当然の選択というか、まあ、自然の流れとして、まあ、見ていける状況かなというところだと思います。 ただこれだけね、ドーンと強く売られていったっていう流れがあるので、まあ、今週金曜日、週末、まあ、今日はね、週末というところもあって、まあ、強く売られた流れから、まあ、じわじわ戻っていくのはね、まあ、イメージも、まあ、想定しやすいので、まあ、例えばこういった戻り高値、1.126とか、まあ、現在いる値段が1.12356ってところです。まあ、そこまで2、30ピップ程度ですね。まあ、反発を狙える状況は生まれる可能性はあるので、短期足レベルでね、そういったところ、まあ、切り上げ等を見せる流れがあれば、まあ、1回買うチャンスはあるかなというところですね。まあ、今朝方の動きで一度下に窓を開けてから、このまあ底から反転をしていったっていう、ね、流れがあるので、下がってきたら、まあ、短期足レベルでね、1回買っていくチャンスはありそうですよね。まあ、1.125、1.124、こういったところまでね、まあ、10ピプス、20ピプス程度だと思うんですけども、そのあたりはね、まあ、チャンスはあるのかなといったところで、まあ、色通りに関しては様子を見ていこうかなというふうには思ってます。ただここまでね、ズドーンと強く売られてきた流れがあるので、このままずん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 ね、まあ、下がっていってしまう可能性ももちろんあると。ただ今いるのがね、ちょうどこの日差しげ、ここでつけたね、下ひげあたりですよね。こういうところ、まあ、止められやすい場面にもあると。でもう一段階下がったとすると、次ここですよね、1.1215、このあたり、こういったところは逆にこう強く反発しやすい場面にはあると思うので、さっきの短期の、例えばね、切り上げを作ったとして、まあ、戻り売りがまあ入っていったとすると、逆にこういうとこからは反転していくような流れっていうのは、まあ、想定しやすいので、短期のね、まあ、一度上がってくれば戻り入りやすいですけども、こういった目標を到達した後は、まあ、逆張りの買いも狙いやすいところ、まあ、日足の底っていうところでね、狙いやすいところだと思うので、そのあたり注目して、まあ、今週末からまあ来週の動きに、まあ、ついていきたいなというふうには思っています。明確にね、4時間足レベルでトレンド転換をしていったっていうところで、まあ、上がってきたら売りたいなと。これが、まあ、やっぱり第一の選択ですよね。まあ、ドル円よりも、まあ、値幅もありますし、まあ、目標もつけやすいですし、まあ、どちらを狙っていくかといったら、やっぱりね、こういった通貨ペアを狙った方が良さそうだなというところですね。で、もう一つ、これ、ポンドドルです。ポンドドル、まあ、日足のこの切り下げ、まあ、これがずっと継続している状況というのは、まあ、そのままに。この持ち合いを下に抜けてきたっていうところで、やっぱりこの売りの力が強くなってきましたよね。で、1.30を抜けてきたと。まあ、戻ってきたら売りたいなっていうところを見ていたんですけど、結局ここで戻ることなく、こういった持ち合いをね、まあ、下に抜けてきたっていう、まあ、売りが継続していったっていうところです。ただこちらもね、上位足のライン、まあ、日足レベルの、日足周足レベルの抵抗体、この辺りっていう流れがあるので、まあ、ここからドンと下がっていくのかと言われると、この辺りでまあ週末を迎えてね、まあ、戻るような流れを想定した方が、まあ、今の流れとしては良さそうなのかなと。で、こういった場合、重要ライン、これがまあ日足の、レンジ、日足の切り下げから、仮にこれを下に抜けてくると、明確にこうトレンドが変わっていくっていう場面にはなってくるわけなので、そういったところ、そういう大きい動き出しをするのは、まあ、何らかのこうファンダメンタルの後押しがあったりとか、
なんかね、こう重要な動き、強い動き、タイミングっていうのはあるわけですよね。で、それがまあ何なのか、まあ、例えば日本のゴールデンウィークかもしれませんし、なんだっけ、EU 離脱、イギリスの動き、かもしれませんし、まあ、何らかの需要仕様の後押しを受けて、こういった、おそらくね、需要仕様を抜けてくることになると思うんで、そういったところまでは、やはりこの今現状、高値、切り下げてきている、安値、サポートされている、この流れがまだまだね、続いていくっていうイメージを持ってた方が良さそうかなと。で、現状、まあ、サポート、まあ、安値、いっぱいに迫ってきている状況はあるので、こういったところから、まずはどうやって、値動きを見ていこうかなというところにはなるかなというふうには思います。はい。まあ、安値から高値まで、まあ、抜けていった先までは50ピップスやかな。まあ、そこまで大きい値幅、まあ、徐々に徐々にね、高値を切り下げてきている状況はあるので、まあ、下に抜けやすい環境は整っているわけですけども、じゃあ、まあ、いざね、抜けてくるかというのは、まあ、何らかのタイミングを測るというところはあると思うので、まあ、それを踏まえて、まあ、現状はね、この切り下げとサポートを継続して、こういった流れをしていくイメージを持った方が良さそうかなというふうには思ってます。なのでね、まあ、反発を見ていける値動きがあれば、今現状でこの1.30ってとこう下抜けて、まあ、値が進んでますけれども、例えばね、こういうところを回復してくることがあれば、まあ、一旦週末金曜日というところもあって、まあ、戻るようなね、動きも想定できる可能性はあるので、仮にね、戻ってきて、この流れがあれば、まあ、こういうサポートまで、まあ、抵抗体まで、まあ、狙うチャンスはあるかなというふうには思ってます。はい。今現状、まあ、日足、週足レベルのね、サポートにいる、抵抗体にいるっていうところを、まあ、踏まえて、まあ、ただ長期の流れではね、まあ、売りに傾いているかなというところで、様子を見ていきたいなというところだと思います。はい。で、もう一つ、ポンド円ですね。これが147円からのこのダブルトップを作ったところから、まあ、落ちてきたと。4時間足。これがまあ146円。ここでね、切り上げ、押し目買いが入りそうなところだったんで、まあ、高い位置まで来たら売りたいなっていうところを見ていたわけですよね。ただ、このまま、まあ、ポンドドル同様、146円近辺の攻防から、まあ、下に抜けてきたと。これは結局、ここの147円ダブルトップを見てからの、まあ、売りですよね。うん。で、現状、この、まあ、レンジ、天井圏、日足レベルでレンジを作ってきたところから、まあ、一旦このレジスタンスから売られてきた、レンジの中で上から下に向かってきたっていうところなので、まあ、戻ってきたら売りたいなっていうのは、まあ、当然の選択肢だと思うので、まあ、仮に戻るような動きがあれば、まあ、例えば146円とかね、そういったところを使って、売りたいなっていう、そんな流れにはなってくるのかなと。まあ、そこに向けて、まあ、他の通貨ペア同様ね、まあ、仮に戻るような動きがあれば、まあ、そこを狙うかどうか、ちょっとね、まあ、特徴的な動きをする、まあ、ポンドとして、逆にこう、まあ、売ったり買ったりしていくと、あんまり良くない結果が生まれやすいので、まあ、この部分は、まあ、仮に戻ったとしても、ちょっとここは我慢してね、仮にこういうところの値動きを見て、まあ、売るチャンスがあれば売っていけたらいいかなというふうには思ってます。まあ、長期の流れではね、この日足、週足、一旦この切り上げをブレイクしてきてるってところ、まあ、レンジを作ってきてるってところ、まあ、高値を切り下げてきてるっていうところから、最終的にこの下、144円、まあ、その前にね、145円っていうね、重要ラインがあるんですけども、そこをまあ突破してきて、ここを突破してくる可能性のが、まあ、高いチャートではあると思うので、どっかのタイミングでね、まあ、高い位置から売るチャンスがあれば売っていきたいなというふうには思ってます。はい。で、再度ドル円です。はい。小幅の動きでね、今もう三角持ち合い、下からの切り上げと112円っていうところでね、持ち合いをしてるっていうチャート、もう、まあ、見てもしょうがないというかね、まあ、とにかくどちらにかに動き出すまでは、まあ、我慢していきたいってこと、動いたとしても、直近高値、今現状でレンジを作ってきている状況の直近高値、まあ、これを抜けるかどうか、まあ、抜けなければ、ここからの、まあ、売りっていうのは、まあ、十分になっていける状況ですし、仮にまあ下に抜けていくことがあれば、まあ、そのまま今度はね、この直近の安値を抜く、すでにこう更新してるっていう事実があるので、そのままドンと下がっていく可能性が、まあ、高そうな場面なので、まあ、それを踏まえてね、この後チャートを見ていきたいっていうところだと思います。はい。これでね、今日のチャートの活動は以上です。今日も一日、今週も残り
1週間、1週間じゃないわ、1日、張り切っていきましょう。